まう可能性はありますけどね。今日ね、一人ね、風邪で、ダウンしちゃってますんで、ちょっと一人減った体勢になってますんで、件数の方がね、少しあるかなといったところです。それでは、ね、今日なんか久しぶりの晴れのドライブって感じですね。それでは、朝釣りの方行ってきます。朝詰め終了。やっぱり2便走らないかんようみたいですね。ちょっと1便じゃ積み切らんやったでね。さ、バラしてはいけないものがあったんですよ。ですからそれはね、もうパレットで行かなきゃいけないっていうルールがありますんで、ちょっとねそれがねやっぱりかさばっちゃって1便じゃ無理ですね。2便走りたいと思います。もう1回帰ってこないか、まあ、しょうがない。ならそれでは1便目出発します。1便目終了です。納品終了。ちょっとね1件だけね、ボンミスがありましたので、またもう1件ね行かなきゃいけないんですけど、とりあえずね今積んでる分、納品終了です。でこれからまた2便目積みに帰りたいと思います。今ね10時30分か。積み上がるのは多分昼ぐらいになるかな。そこからやけ、まあどっちにしてもお昼には入れないところなんで、ですからね、まあ昼に明け、1時から納品といった感じですね。それでは向かいたいと思います。完了しました。で皆さんに悲しいご報告があるんですよ。ですね、長い間どのくらいだったかな、2年3年ぐらい一緒にいたんかな。だね、仕事のね、仕事を一緒にね今までねやってきたね相棒がね、今回ね亡くなってしまいました。本当ね、ずーっと一緒にね配達してきた仲間だったんで、すごいショックなんですけどね。
ヤホン壊れました。もう何3年ぐらい、4年おったんかな、3年ぐらいかな。すごいね、良かったんですよ。雑音もなくてね、すごく気に入ってたんですよ。でちょうどね、ここ分かりますかね、こうやってマグネットでね充電してくれるんで、すごいねパッとやってパッと置けたんで、すごい便利だなこれって思ってたんですけど、この度、壊れてしまいました。ね、ちょっとねもう無理みたいですね。音がもう聞こえんくなった。左耳で一緒に働いてきた仲間なんですよ、ね、買い替えよう。買ってきました。はい、じゃんブルー2号でございます。ブルー2号、はい、全く多分ね一緒のやつを買ってきました。うん、これがやっぱりねお気に入りだったんで、これ買ってきました。どこから出てるんだろう、柏村さんから出てます。どこだろう、柏村さんね、ハンズフリューのブルートゥース、こういうやつですね。自分が気に入ってるやつ。これ結構長持ちして、でノイズとかもあんまりなかったんで、結構おすすめです。これ普通になんかスーパーとかね、スーパーっていうか なんて言っていいんだろうな、ホームセンターみたいなところで売ってありましたんで、2000円ぐらいかな、2000円ぐらいの。ただこれを今回使いながら、行きたいと思います。